ありがとうごこんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、ペイペイが毎日合計1000万円相当が当たるキャンペーン。いい買い物の日が開催などお得なキャンペーンもありということで、この動画ではヤフー、ソフトバンク、そしてペイペイが大規模なキャンペーン。そして、そのキャンペーンが始まるまでペイペイから期間限定ではあるんですが、ペイペイボーナスライトが当たるキャンペーンが開催されるので、まあそれも含めてサクッとお伝えしていこうと思います。今回はこちらの日本ペイペイペイプロジェクト。 の一環として、服装のキャンペーンが11月の1日から始まります。一部なんですけども、今出てる通りですね、ヤフーショッピングで最大20%付与そして、バイバイストアキャンペーンというのと、毎日合計1000万円相当が当たるペイペイクくじ。で、今、他にも出てるんですけども、まあ、小さくですね、ヤフーダイニング、ワイモバイル、ヤフオク、エールマーケット、ロハコなどで、キャンペーンが11月からスタートします。で、少し数が多いのと、キャンペーンまでもう少し期間があるので、まあ、これらの詳細に関しては、また後日動画にします。で、今回のこの動画でピックアップするの こちらの毎日合計1000枚相当が当たるペイペイくじですね、まあ、こちらのキャンペーンに関しては本日からスタートしているので詳細をお伝えします早速こちら毎日合計1000枚相当が当たるペイペイくじで期間は今出ている通り本日の10月の25日金曜日から10月の31日木曜日ということでしかも今回こちらのキャンペーンはハズレなしで期間中毎日引くことができますでこの抽選で当たる件品はこれらですね、まあ、日によって大当たりに関してはバラバラでまず10月25日本日はマックカード500円分3 0

10月27日はスカイラークグループのお食事券1年分なのでガストとかでも使えますね。残りはざっとこんな感じです。どれも当たったらこれはラッキーですよね。次に先ほどの大当たりではなく、ペイペイボーナスライト賞が当たった場合なんですけども、もうそのまま読むと、ペイペイボーナスライト100万円分、10万円分、1万円、1000円、100円、1円相当、この6つのパターンのどれかが確実に当たるということになります。ちなみに100万円相当が当たった場合は、ちょっとした手続きが必要となってまして、まあ、1回あたり25万円として4回に分けて送る ということになってますいや、けどまあ、さすがに100万円相当の PayPay ペペが当たったらさすがに歓喜します。こちらのキャンペーンについてのいくつか補足や注意点がありまして、当選した PayPay ペペボーナスライトは2019年の11月の1日以降に付与されます。で、PayPay ボーナスライトは有効期限が60日間で、これを過ぎると失効してしまうので気をつけてください。で、PayPay 残高を送る機能や割り勘機能、そして出勤はできません。あと、このキャンペーンに参加するためには必ず Yahoo Japan と PayPay ペペアカウントの連携が必要となってますので、ここも注意が必要ですね。 そして、豪華商品や PayPay ペペボーナスライト以外にも、もう一つ Yahoo ショッピングでクーポン賞というのもありまして、こちら Yahoo ショッピングで使える500円オフのクーポンがもらえます。このクーポンについての情報なんですが、有効期限は2019年の11月の1日から2019年の11月の12日まで。そして、このクーポンの商品の合計金額が1500円以上で利用が可能となってます。で、あと、クーポンの利用回数には上限がありまして、まあ、上限に達すると利用ができなくなるので、これに関してはお気をつけください。そして、キャンペーンに関してのざっくりとした説明は以上です。 以上で、ここから早速僕、ゆずひこもですね、こちらのくじを実際に引いてみました。そして、果たして結果はということで、じゃんということで、見事に、ペイペイボーナスライト1円が当たりました。ありがとうございます。ということで、ま、あ見事にですね、1円を受け取りました。ま、あここからキャンペーン期間内は、どれくらい当たるかっていうのは、ちょっと個人的には楽しみではあります。一応、今回のくじのキャンペーンのまとめですね、10月25の今日から10月の31日まで、で、期間中外れなしで1日1回参加可能となってます。で、ペイペイボーナスライトは60日間の有効金があるので、ここは注意が 必要ですね、あとは、ah、ID ととは ID の連携が必須となってます、す、まあ、そんなことで今回は11月からのキャンペーンについてに簡単にお伝えしたことと、PayPay ペペが毎日合計1000枚相当が当たるキャンペーンについてざっくりではありましたが解説をさせていただきました。まあ、くじに関しては今日からできるのでぜひお時間ある方は試してみてください。また11月からのキャンペーンについては改めて動画にする予定です。で、一応下の概要欄に PayPay ペペのくじのキャンペーンのリンクと、11月からの始まるキャンペーンのリンクも一緒に載せておきますので、気になる方はチェックしてみてください。 あとですねコメント欄にいくら当たったかもですね書いていただくとちょっと盛り上がるのではないのかなというふうに思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました